回野村です。浮き球のボール、さあ裏へ出た、裏へ出た、小西かわして、これはシュート、同点ゴール、渡井。後半の14分から15分になるというところでした。途中出場の渡井のゴール、徳島追いつきました。渡井の今シーズン、岩尾と渡井パス交換、フリーになった。ドリブルで仕掛けて佐藤に預けてマッツ、渡井のシュート、決まった。2試合連続ゴール、今日もジョーカーが仕事をしました。渡井雅樹19歳躍動、先制はホームの徳島。この佐藤が背負った中で、この落としも絶妙でしたね。はい、さあ岩尾から途中出場の杉本へ、もう一度岩尾に戻ってきました。浮き球のボール、さあ中に受けてシュートだ、先制徳島、渡井のゴール、今シーズンの4ゴール目です。岩尾のパスを受けて渡井、前を狙い続けた結果ですよね。はい、川田が降りてきてきた背後のスペースですよね。あ、なるほど、もうね、岩尾から川田に入りましたけど、こういう動きいいですよね。さあキャップで受けて渡井につなぐ、渡井前が入ったか、シュート決まった、一瞬の隙を突きました。ツーシャドウのコンビネーション、今日もこの2人が見せました。渡井今シーズン5点目、先制は徳島、後半の10分でした、ね、ここもスペースを川田が取った後、内田のパス、野村、渡井ですね、ね、まあ、うまく素晴らしい。